で、ここで僕がお伝えしたいのは、あの、誰とでも、どんなトピックでも話せるようになるっていう日は、おそらく来ないんじゃないかなっていう気がするんですよ。英語学習って本当にキリがないというか、終わりがない世界なので、もう自分がある程度、もう道を決めて、こっちの方向で行くぞって決めて、で、そっちを極めていった方が効率がいいんじゃないかなと思います。え例えば一つの例としては、え僕はじゃあマジックが好きです、すごくね。海外のマジックの DVD を見て、 で、それをね、音読トレーニングの教材として使って、で、自分のストックを積み上げていって、マジックという世界、狭い世界の中での会話であれば、おそらくね、相手に言ってることは100%、一ちい聞き取るようにもなりますし、自分が言いたいことも全部伝えられるようになる日が来ると思います。 でも例えば僕がものすごい手を広げて、例えば弁護士をやっているネイティブの人と、その弁護士の仕事の内容について深く語り合えるぐらいの英語力、プラスアルファでさらにお医者さんをやっているネイティブの人と仲良くなって、医療業界の話もできちゃうぐらいの英語力っていう感じで、どのジャンルにおいてもプロフェッショナルレベルの話ができるようになりたいって思った場合はですね、おそらく一生かかってもこのストックは間に合わないんじゃないかなと思います。 ですので大事なのは自分がどんな人たちと将来どんなトピックで話をしたいのかっていうのをまずはね先にぼやっとでもいいので決めておくというのが大事なんじゃないかなと思いますでその上で必要なジャンルのテキストを選んでそっちのジャンルだけでストックを積み上げていった方がおそらく自分が望む状況というのは実現しやすくなるんじゃないかなと思いますじゃあその自分の専門分野を決めて進んでいくタイミングはいつかというとえ僕のおすすめはですね トイック900点を超えたタイミングが一つの目安かなと思います。でトイック900点を超えると、まあ、日常生活で最低限必要なことに関しては、ほぼほぼ相手の言ってることが聞き取れるようになるんですね。でその下地をもとに自分の進みたい方向を決めて、ストックを積み上げていくといいんじゃないかなと思います。で、一応そこに至るまでのね、トイック900に至るまでに僕が通ってきた道というのが、先ほどお伝えしたテキストのストックになりますね。 まあ今ご紹介したテキストをもし仮にね、えー、全部ストックを積み上げたらおそらく900点はいくと思います、トエックの。えー、そのぐらいの濃い内容になってますんでね。まああとはそこに至るまでの期間をどのぐらいで設定するかだと思います。まあ例えばこのテキスト、〇〇一冊仕上げるには、えー、1週間で何ユニットずつ進んでいったらどのぐらいかかるのかっていうのは多分計算ができますよね。えー、ユニットの数はもう決まってますので。ですのでもし短期間でね、上達させたいと思ったら 1>, 1回にやるユニットの数を増やせばいいだけですしそこまで焦らずに行きたいというのであれば、まあ、1週間に1ユニットずつコツコツ積み上げていくという方法でもいいと思います。 まあそこは人によって価値観とかも違ってくると思います。で、あともう一つはですね、えー、ストックですね。元からあるストックがどれくらいかによっても、その到達できる期間というのは変わってきます。例えば、大学受験をものすごく頑張ったと。英語をすごく頑張った人というのは、元からあるストックがある程度積み上がってますので、えー、そこにプラスして、積み木を積み上げていくような感覚になります。 ですが、僕のようにね、高卒で大学受験を経験してないという場合はですね、ゼロからの積み上げになりますので、やっぱりそれなりに時間はかかると思った方がいいんじゃないかなと思いますね。はい。ということで今回は、リスニングがアップするまでにかかる期間はどのぐらいというテーマでお送りしましたえ。もう一度まとめるとですね、基本的にはリスニング力アップは音読トレーニングで積み上がっていきます。で、自分の積み上げたストックの中でしか聞き取れませんよということです。でそのストックは何かというと、 単語発音文法、この3つになります。で、この音読トレーニングで1個ずつ積み上げていったストックがですね、ある臨界点に達すると、そこからですね、その範囲内で交わされる会話に関しては、一時刻聞き取れる感覚を味わうことができるという感じになりますね。まあ、ただね、やっているとね、なかなかこの1日1日のレベルアップっていうのはね、本当に自分で目に見えるものではないことが多いです。 で、これに関してはですね、すごくいい表現がありまして、この英語上達完全マップの著者の森沢先生の言葉でですね、ザルで水をすくうっていうね、表現です。まあ、ザルで水をすくってバケツの中にパーンって入れようとするとですねえ、すくった分のほとんどは抜けていってしまいますよね。ですが、まあ実際こうやってね、ひっくり返してみると、ポタッポタってね、2、3滴は水が垂れるわけですよ。 で、これをひたすら繰り返していく作業が英語学習であるっていうのが、えー、森沢先生の言葉なんですが、まさにその通りだなと思います。一回一回のね、ポタポタっていう感じは、バケツ全体から見ると全然溜まってる感じはしないんですが、これをこう地道にコツコツ積み重ねていくと、いつの間にかね、えー、バケツの中に並々と水が入っているという状態がね、実現できるという感じです。まあ、これを聞いてもしかしてね、うわーと思われるかもしれませんが、まあ、これがね、真実です。 英語力をアップさせるためにはもう本当にザルで水をすくっていくしかないと思ってください、まあ、逆に言えばですねそれだけできる人が少ないからこそ英語は身につける価値のあるジャンルなんじゃないかなと思いますトイックで900点を取る人というのは受験者全体のたったの3%と言われてるんですね100人中3人ですその100人中3人に入れる人というのは楽して短時間で一気に上達する方法を発見した人ではなく ザウで水を救い続けることができた人だけがこの3%に入れるのでね。もしあなたにその覚悟があるのなら、ぜひ音読トレーニングでね、積み上げてみてください。で、この積み上げた時の快感。 そこに到達できた時の自分に対する自信というのは本当に計り知れないものがあります。単に英語を話せるようになったというだけではなくて、そこまで積み上げてきた自分に対する自信というのがね、何よりも大きな財産になりますので、それをぜひ手に入れると思って頑張ってみてください。はい。では以上です。Thank you for watching.See you later. スマホやタブレットでご覧いただいている場合は、この動画の右下の逆三角形のマークを押していただくと、 こんな感じで下に説明欄が出てきます。いろんな情報が載っていますのでよかったらチェックしてみてください。